よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、じゃあ、おしゃれようねよ、ようこそ、おいでいただきました。それでは、皆さん、改めて自己紹介お願いします。はい、こんばんは、ルセラフピムのチェヨンでーす。<laughs> こんばんは。こんばんは、さくらです。<laughs> こんばんは、ユンチンでーす。<laughs> こんばんは、かずはです。 こんばんはホンチェですありがとうございます皆さん今日の衣装もとっても素敵ですね何かテーマはあるんでしょうかはい今日は旅をテーマに衣装を準備してみました皆さんどうですかかわいい <laughs> ありがとうございます <laughs> はい,いや。そんな皆さんに今日はですねいろんなエピソードを聞いていきたいなと思います さあ今日のテーマは旅と「旅」とそして「音楽」なんですがここからは「ルセラフィムのメンバーに旅とと音楽についいいいててお話を伺っていきたいと思いますではメンバーの皆様にはあら,たあ,のあらかじめ質問をしておりまして回答をいただいておりますので、はい、フリップでご回答いただこうと思います。はい ではメンバーの皆さんはどうぞ後ろにテーブルをご用意いたしましたのでおかけください、はい、そして回答の準備をお願いします、はいはい、もし寒かったら膝掛け使ってください、ね、はい、ありがとうございます、はい では準備はよろしいですかはいお願いしますまず旅と音楽ってすごくつながりが深いなと思っているんですけども楽しかったりとかリラックスできたりとかあると思います皆さんはどんな時にどんな曲を聴くのか気になっています、はい、だから曲名をまずはフリップで見せていただきましょうはい。フリップオープン、はい、お じゃあ、ちょっと、私の方から、あの、読み上げますね。<laughs> 大丈夫 <laughs> はい、大丈夫です。はい <laughs>。ユンジンさんが、えー、ロードのザ・ルーブル。ジェウォンさんが、ルセラフィムのパーフェクトナイト。カザーさんが、プリティマッチのサマー・オン・ユー。サクラさんが、ルセラフィムのパーフェクトナイト。ウンチェさんが、 ソリの Dive with You とお答えいただきました。<laughs> あれチェオンさんとサクラさんが同じ回答ですね、はいど。どんな時に聞くんでしょうかまずはじゃあ、チェオンさん、お願いします。うーん、Perfect Night らの노래는되게듣기편하고즐겁게들을수있어서、추천합니다。 このパーフェクトナイトっていう曲なんですけれども、聴きやすいですし、また楽しく聴けるので、皆さんにおすすめです。はい。それから、じゃあ、桜さんに、はい、教えていただけますかはい。皆さんもご存知の通り、パーフェクトナイトは、気が合う仲間と一緒なら、完璧でもない一日も楽しむことができるっていう希望を込めたような楽しい曲になってるんですけども、聴きながら楽しい気分になるので、旅行に行った時とか特におすすめかなと思います。 はい、ありがとうございます。お二人とも、なんていうのかな、気分を上げたいときにね、はい、あの、聞いてるんですね。はいは。いいですね。会場の皆さん、この曲大好きですよね。どうですかはい。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。すごい素敵な、かっこいい曲ですよね。では続いての質問に行きたいと思います。 ルセラフィムの皆さんは、まあ、メンバーとしての活動でもまたプライベートでもさまざまな場所に旅に出かけることがあると思います、はい、え皆さんは最近どこへ旅に行ったのかもしくはどこに行きたいのか気になってますではフリップでお答えいただきましょう、はい、フリップオープンじゃん <laughs> はい、みんな、笑らけましたね。では、参りますね。ユンジンさんはスイス、チェヨンさん、チェジュ島、カズハさん、ウォーターパーク、サクラさん、鹿児島、ウンチェさん、韓国のパジとお答えいただいたんですが、これはどういうところなんでしょうかどんなところがおすすめなんですかあスジュエクティビティと、そんまり、まなさ、夜、メンバメンバー、が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 、 この水中アクティビティもたくさんありますので夏にメンバーと一緒に必ず行ってみたいそんな場所ですそうなんですね行ったことがないので行ってみたくなりますねそしてユンジンさんはスイスですけどもスイスは、なんでですか スイスは景色もすごく美しいですしまた自然を見ていると癒されると思いますので必ず一度行ってみたいなというふうに思いますああ、確かに自然豊かなところってとってもね癒されますよねでは次の質問に行きたいと思いますはい、これまでの旅行を思い出していただきたいんですがツアーも含めていろんなところに行って来られたと思います、はいで 旅行に必ず持っていくものはありますかフリップでお答えください。では、どうぞフリップオープン、はい、じゃん。おー、これも分かれましたね、えー。ユンジンさん、本とスピーカーと香水。チェウォンさん、充電器。カズハさん、ヘアアイロン。サクラさん、デジタルカメラ。ウンチェさん、カメラとありました。ユンジンさん、たくさん。 모태 쿡 모노 써이 뜨게 했었네. 또 어떤 때 쓰고 또가 이유가 뭐예요? 아, 일단 스피커는요. 응. 음악을 크게 들으면 기분이 좋아서 꼭 들고 가고요. 응. 그리고 책은 어, 읽을 때 쉬고 있을 때 읽으면 되게 힐링이 되는 느낌이 들어서 좋고 응. 그리고 향수는 어, 어떤 어, 여행을 갔을 때 어떤 향수를 뿌리면 그 향을 다시 맡았을 때그 夜明け추억이랑熟켜서떠올리게되더라고요。그래서炭素と추まずスピーカーなんですけれども、音楽を大きな音で聞くと気分が良くなるので必ず持って行きます。そして本ですが、休んでいる時に本を読むと癒される、そんな感じがするので本です。そして香水なんですけれども、旅行に行く時に香水をつけるじゃないですか。そうするとその香りを再び書くたびにその旅行の思い出が一緒に浮かぶので持って行きます。 はい。そうやって聞くとね、とっても素敵ですよね。なんか私も必須アイテムになっちゃいそうな気がしました。旅と音楽と、そして香り、本当にね、旅と結びついてますよね。はい、では、続いて質問をさせていただきます。ここからはフリップなしで皆さんにお答えいただきますので、皆さん、 一回前の方に出ていただいても、はい、よろしいでしょうか。はい。ちょっとスタッフが準備をいたします。はい、ね。本当になんか旅でいろんな捉え方できますよね。移動というのもありますし、でもなんか思い出とか匂いとか感覚もね、すごく大事ですよね。はい。もうね、手を振って端から端まで。 手を振ってくださいわーすごい嬉しい一生の思い出すてごい素敵<ー>もう間もなく準備が整いますねはいスタッフの皆さん <laughs> お疲れ様ですありがとうございますここからはね旅 ではなくて夏の思い出にまつわるお話を聞い、ていきたいなと思いますはい、えー、メンバーでの夏の思い出とかありますでしょうかまずチェは私は私は私か私は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 私 私は最近撮影をしながら、スタッフの皆さん、そしてメンバーと一緒に座って、ファチェとスイカを食べたんですけれども、みんなで一緒に食べたらより美味しかった。そういった記憶があります。ファチェというのは聞いたことがある気がするんですけども、何でしょうかファチェは韓国のディジョート같은건데、フルーツポンチは비슷하다고생각하시면될것같아요。 ファジェというのは韓国のデザートのようなものなんですけれどもフルーツポンチと似ているようなものだというふうに考えてくださいあすごいサマーフィーリングを感じられそうですね、はいはい、他にも何か夏の思い出をお伺いできますでしょうかカズハさんどうでした、はい、私たちすごいビンスが好きなんですけど夏になると一緒に食べる機会がすごい増えますね ああ、ビンスってあのかき氷のことですよね。<laughs> はい、はい、<laughs> 夏はね。すごい食べたくなりますよね。はい、うん、うん。さ続いてが最後の質問になります。はい、夏といえばということで、夏の思い出の中でも特に印象的な思い出はありますでしょうか？これはさくらさんどうでしょう？はい そうですね。私は幼少期、鹿児島に住んでいたんですけども、その時、おばあちゃんのお家の周りに川があったので、そこで泳いだりとか、野菜や果物を冷やして食べたりしたのが、すごく今となっていい思い出だなと思います。ああ、すごい夏っぽい。素敵。ありがとうございます。<laughs> それから、うんちさんも何かお話があると伺ってます。

あーすごい水冷たそうですけども気持ちよさそうですね。はい